令和の虎、オールオアナッシング。下半期流行語大賞の募集です。はい、はい、すいません、前回一度やったんですけれども、はい、あの流行語大賞、はい、っていうものをですね、改めてやってみようかなと。盛り上がりましたもんね、はいはい、ちょっとあの年をまたいでしまうんで、2019年というかですね、はい、30人目の志願者の、うん、生ゴミ処理機の小賀さんから、はい、この3月末に放映された、はい、揚げマン理論の中村さんの回までをですね、一応下半期と定義させていただきまして、はいはい、その方々のまたアワードをやっていこうというふうに思っております。なるほど。実はですね、視聴者の方々の投稿をもとにして、はい、あの作っていくアワードなんですけれども、はい、3つのうん、ものをですね、応募していこうと思っております。はい。一つ目が虎の流行語大賞。はい。虎の流行語大賞。はい。で、二つ目がですね、志願者流行語大賞。うん。そして三つ目が最優秀志願者なんですけど、はい、MVP ですね。はい。はい。まあこれちなみに上半期で言うと、はい、虎の流行語大賞は新年負けたな。そうですね。野田社長。はい。ね、中澤さんに対しての。はい、そうです。はい。はい。で、2つ目がですね、志願者流行語大賞。これは奥田さんの、はい、何言われてはるんですか。そうですね、はい、はい、で、最優秀志願者が、はい、神田瑞希ちゃんだな、はい、はい、っていう3名、まあ、この3つのことがですね、はい、選ばれたんですけれども、その時には、うん、まあ、それぞれの方々に、まあ、お呼びしてですね、めっちゃちっちゃいトロフィー、はい、まあ、まさかあんなちっちゃいのが出来上がってくると夢にも思わずに、もう恥ずかしくて恥ずかしくてそのままになっちゃったけどね、はい、今度はもうちょっとちゃんとしたものをあげましょうね。そうですね、ね、用意しましたね、はい、なと思ってますけれども、はい、まあ、こういったものをですね、またこの下半期もやっていこうと思っておりまして、はい、で、これはですね、うん、ちょっと視聴者の方々の投稿ベースに、はい、やっていこうと思うんですけれども、はい、投稿の仕方としてはですね、この動画のコメント欄のところに、うん、この実際の動画のコメント欄ね、はい、はい、そこに、1、2、3と、うん、まず打ってもらってですね、はい、1、虎の流行語でセリフを書いていただく、はい、で、2のところに関しては、志願者の流行語で志願者の方の名言を書いていただく、うん、で、3に関しては最優秀志願者で、ここは個人名を書いていただくという形になります、はい、で、これを今日の動画配信から1週間。そうだね。はい。はい、あのコメント欄前回もそうだと思うね。はい。はい、で、必ずしも1番、2番、3番全部書いてもらわなくても、自分がその応募したいと思うものだけで構わないね。番号だけは必ず振ってもらうってことです。はい。この動画のですね、再生リストのところに行っていただいて、うん、あのタイガーファンディングっていうところの再生リストを開いていただくと、うん、頭のところにハッシュタグがついてるんですよね。そうです、はいはい、ハッシュタグで30っていうところがついてる小賀さんから、うん、ダーッとこうやって順に追っていくと65番目の、揚げマン理論の中村さん、ということは36人か36ですね、はいはい、そうですね、はい、多分複数になるじゃない、ね、人数が多かったものが、ね、対象になるから。そうですね、はい、ということで複数人になる中から我々が抽選を厳正なる抽選をして、で、お一人ずつ選ぶんだな。そうですね、はい、はい、で、選んだ方にはこれ前回と同じ商品がやっぱりすごい喜ばれたんでいいなと思って、今ちょっと実物がなくて申し訳ないんですけれども、収録の無料招待券、ね、そうです、はい、タイガーファンディングの収録に無料で来ていただいて、あのリアルな、収録をですねガチで見れるっていう券、これを合計3名の方に差し上げるっていうことにしましょう。はい、はい、あと上半期にもやったんだけど、なんかそれだけだとさ、結局こうコメント欄でずっと見れるんで、あ、なんだこれが絶対多いからこれになるよな、だったら俺もその収録無料券が欲しいからこれにしとこうみたいなね、ことになっちゃうとつまんないので、これとは別に1位じゃなくても俺たちの主催者側として、いやこれ面白かったよねと思うものを書いてくれた人を特別に選んで、これ主催者賞って言ったっけな。そうですね、ね、はい、それで、いろんなものをプレゼントしたんですよ、うん、で、あの時もこの時にはそのプレゼントの内容を発表しなくて、で、実際に次に発表の動画の時にこれあげる、これあげるみたいなことやってたんで、今回もそうしておきましょう、はい、ね、まあ、あのもらって嬉しくないものもあるかもしれませんけれどあのいろいろと今回は商品が増えてますので、はい、ね、そういうものをプレゼントしたいと思うので、もう本当にあのきっと1位はこうだろうということだけじゃなくて、ちょっとあの自分なりに、いや俺はこれだよなと思ったものをぜひ選んでいただければ、そういう商品が当たるっていうことも可能性としてあると思いますので、
はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。そうですね、なんか賀来さんの迷ったら行動とかっていうのもなんか上半期とかありましたもんね。賀来さんの迷ったら行動は、2位かなんかになったよね。確かそうでした、ね、でも2位になったから上げたっていうことじゃなくてっていう感じだったと思いますね、うん、なんかあとはうちのこのバックパネルだったりとかステッカーだったりとか、はい、なんかそういうところにもなんか面白い言葉みたいなのをご提案いただいたら、それがデザインになっていたりとか、はい、なんかしますので、手拭いにもなったしな。そうですね、はいはい、ぜひぜひちょっと、あとはクリアファイルだよ。あ、なります、クリアファイルになりましたよね、はい、そういうのがありましたね、はい、最優秀志願者がね、誰か分かんないよね。最近あの視聴者の方々もあの新しく増えてきてくださってるんで、うん、はい、ちょっとこの30番から65番改めてちょっと見直していただくのも面白いかなと、はい、いや、ありがたい、思ってます。再生回数に寄与しますそういうつもりで言ったよ。いやいやいや、そうじゃないですけどもちょっと面白い回たくさんありますんで、はい、多分最近の方が皆さんあの記憶があの鮮明なので、はい、最近の方にちょっと集まってきちゃうかもしれない。でもね、本当にね、 Google のアナリティクス見ると、はい、裏側でさ、はい、どの回にどういうコメントが今入ってるかって分かるじゃない、うんうん、あれ見ると最近トミに昔の動画にすごいついてるんですよ、うん、あ、コメントとかですね。だからもう本当に再生回数がすっげー伸びてるのの、うん、まあ一因として、あ、やっぱり随分ね、ゴールデンウィークなんかに昔の動画みんな見に行ってくれて、今更ながらにコメント書いてくれてるんだなと思いましたよね、うん、うん、ロングテールってやつですね。すごい多かったですね、はい、はい、なんでちょっとぜひぜひこのタイミングで、はい、小川さんの回から、本当小川さんの回とかも懐かしいですけど、はい、結構な名作回ですよね。もうなんかさ、3、4回前の回がもう俺懐かしいもん、本当に。今日現在で71人目まで配信してるんだ、はい、71人のうちお前何人言える自信ある？50は言えます。言える？あ、分かんないです。いや、俺ね、自信ないわ。まあ、重複されてる再挑戦の方とかも入れると、まあまあそうかな。そしたら50は言えないかもしれないですね。でも顔出されたら名前と一致するっていうのができますよね。まあ、うん、そうだな、はい、まあ、そんなことでぜひですね、下半期もですね、おかげさまで流行語大賞がやれることになりましたので、まあここまでやれると本当思わずに来たよね、はい、あの前回の上半期の時も俺言ったんだよ、うん、2人で、しかしさーってここまで続くと思わなかったよねみたいな、あの時に35人か、うん、30人か、うん、なったんだけど、まあ、今回さらにね36人ということなんで大変だと思いますけど、ぜひ皆さんせっかくの機会なんでね、ぜひ応募していただいて何かが当たるように選んでいきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、はい、またこれ集計した後にですね、はい、結果の発表の動画をですね、そうですね、上げていただいて、その中で抽選で、はい、あの正解された方とかにですね、はい、ご表彰してまいりたいと思いますので、はい、今日から1週間、ね、はい、ちょうど今日から1週間で、締め切りをしますので、コメント欄ぜひあの書き込んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。これもお一人様1票ですよね。そうです、はい、はい、お一人様1票です、はい、はい、ではよろしくお願いいたします、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。